埼玉県大宮の鈴木歯科医院です。このケースはもう見ての通りかなり出っ歯ですね。引いた方が分かるのかな。かなり出っ歯のケース、かなり出っ歯ですね。こんな感じで、これはワイヤー矯正で引っ張ってあげた方が全然引っ込みます。こういう白いワイヤー矯正ですね。マウスピース矯正だとこれは引っ込み全然悪くてなかなか難しいと思います。抜歯矯正、抜歯したマウスピース矯正でも、まあ、抜歯しないっていうのはありえないんですけど、臼歯の奥歯を遠心移動、後ろに移動させてなんていう方法もあるんですが、それでもマウスピース矯正だと勝てないですね。この前歯の出っ張り強さに勝てない。ちょっと拡大して説明します。まあ、こんな感じでどうしても抜歯矯正ですよね。こういう感じで、こういう感じで引っ込むと、抜歯矯正キュッていう感じですね。でこういう感じで、上から見るとこんな感じで、で東京からも来ますし、このケースは東京だったかな。普通に2年って言っておきますが、まあ1年半ぐらいでもう引っ込んでっちゃいますね。早いと1年なんですが、でも出っ歯が強いんで全然1年半で早い方です。1年だとちょっと早すぎんじゃないかなと、まだワイヤーちょっと外したくないなと思うぐらいです。相当ね、成人式があるんでとか結婚式があるんでってすごく急ぐ方いますが、急いであまり得なことはないです。じわ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 っとこう1年半2年ぐらいで十分早いんで、それで行った方がいいと思いますね。こういう感じ、結構出てますね。奥もね、こんな感じで、こういう感じですね。ちょっと下の歯がこうかなり引いてるんで、こういうやり方もありますよと。これ今 1,2,3 番目の抜歯、前歯の 1,2 犬歯が3番で4番抜歯、上下の4番抜歯でいきますよっていうのを、下が元から顎が小さい人が多いんで、例えばこのここの前歯を抜歯するやり方で、4インサイザルを3インサイザル、インサイザルって前歯のことなんですが、4つ4インサイザルを3インサイザル法で1本だけ抜歯して、まあ間隔がすごくこう元から後ろに引いてるっていうケースで、ちょっとシミュレーションして見せてみますね。もう数秒でこうやって出るんで、これが3インサイザルの方法で、上は44抜歯ですけど、真ん中抜いて大丈夫なのかっつって、まあこれで寄せてあげればいいだけで、ただそれでもね、これが嫌だっていう人と、いやこれで噛み合わせをちゃんと残したい、噛み合わせが残るし、下の奥歯を抜いてかなり後ろに下顎が、下顎が後ろにバックしちゃうのはちょっと怖いと、だったら下のここを取ってあげてピタッてさせて、こうやって上だけを抜歯して噛み合わせを残してあげる方法、これの方がいいんじゃないっていうケースもありますね。全く何にも下を抜歯を一本も抜かないで上だけで引っ込めようとすると無理が生じて、それか前歯が入ってきたらここにガンガンぶつかってしまうんで、もし
下を一本も抜かないで上の4番目だけで抜歯するなんていうやり方をする先生だとしたら、あんまり前歯が引っ込まないで、ただ単に奥歯だけが前歯、奥歯だけが前に前に前に来るだけで前歯の角度があんまり入っていかないケースが出てくる。それに気づく女性方も、そんな報告をしている YouTube 動画も結構上がってきてますよね。マウスピース矯正失敗とかインビザライン失敗とかいろんなそういうので、患者さんが自分が今こうしてますああしてますっていうので、こうやって抜いて前歯を引っ込めてんだけど意外に引っ込まないか、なんか隙間が、例えば彼女たちが言ってんのは、どこかの矯正科で矯正して前歯は引っ込んできたんだけど、ある程度前歯がこうやって引っ込んできた割に、引っ込んできたんだけど隙間はまだ余ってると、余ってんだけどもうここにぶつかってしまって、これ以上入ったらここにぶつかっちゃって、下抜歯を一本もしてなかったら、もうこれ以上引っ込まないよね。つまりあとはマウスピースでもワイヤーでも奥歯を前に行くしかもうなくて、あ、前歯はもうこれ以上入んないんだ、それ嫌ですよね。そういうのでトラブルになってるようなことが、やっぱり動画見ると、ああそういう人いるんだなと。だったら最初に1本だけでも抜歯して前歯を引っ込める、 E ラインの横顔をきれいにしたい、前歯を引っ込めたいんだっていうことをちゃんと優先して、確実に前歯が引っ込むためにはどこか下もぶつかってきちゃうんだから抜歯が必要ですよね、いいですかっていうので説明しておかないと。でさらに、いや下の前歯は嫌だと、やっぱり奥歯の抜歯で行きたいと、ただこれはこれで抜きすぎて下の顎が後ろに引いてしまっても嫌じゃないですか。そこら辺をちゃんと自分の噛み合わせ、自分の歯並びがどっちに部類するのか、何が一番いいのか、とにかく出っ歯は引っ込めたいんだと、出っ歯は引っ込めたいんだけどあれは嫌だ、だからそこら辺でちゃんと考慮してやらないと。このコンピューターは都合よく歯並びがいかにも綺麗になるような動き方をこの奥歯の抜歯はしてますが、実際これだと相当顎が前にとか奥歯も前歯も前進しなきゃこうやっていかないなって気もしますね。僕だったらこのケースこんなに噛み込んでたら、まあただこういうのでも全然うまくいくでしょうね。いかない時、あうーんっていう時はどうするかっていうと、上の抜歯を最初にして下の抜歯はまだすぐしないんですね。それが一番安全です。そうすれば途中でここら辺まで動いてきたな、上の前歯が引っ込んできたなって時に、後でどこを抜歯するかっていうのを考えればいいだけで、まるでこうやってどこもまだ下を抜歯してないで、これシミュレーションパッてかけますけど、これですぐ多分出てきますね。こうやって上の抜歯だけを先にやって、どれぐらい引っ込んできたかなと、それによってこの顎の位置で、あれもうこうやって引っ込んできたけど、あれやっぱりぶつかってきちゃってこれ以上いけないなってなった時に、あやっぱりここは抜かなくて、奥歯は抜かなくてよかったけど、でももうちょっと引っ込めるためにはここに隙間があってこのままいくとぶつかっちゃうんで、あやっぱり下の前歯1本だけは抜かなきゃダメじゃないかと納得ね。こういう説明が今までしにくかったけども、コンピューターでこうやって解説できるようになってくると、まあもちろんこういうのでね、3万円5万円取る先生ももちろんたくさんいますから、お金かかっちゃうところもあるだろうけども、まあこれだったら YouTube でタダで見れるんで、
こういう感じで似たような方がいれば、どうやって矯正をして直していこうかな。ワイヤーなのは分かった、ワイヤーだったら確実にいけんな、マウスピースだと奥歯前に来ちゃうかもしれないで結局こうもならなくて前歯出っ歯のまんまとか、あ、じゃあ下が問題なんだなと、下の噛み合わせ、下の問題で前歯を抜く抜かないとか、奥歯を抜く抜かない、これを見てよく考えてくださいねって、これが関西の人とかでね、関東の人間じゃなくて、いやもう関西なんですよ、九州なんですよ、沖縄なんですよ、埼玉県には別に全然遠くて行けないよとってなった時に、この動画を見てちょっと考えてくれればなという感じですね。これ結構ね分かりやすいで、先生方でもまあ意見が分かれるかな、女性方でも下の前歯は抜きたくないっていう気持ちは大丈夫かしらって思うんですよ、大丈夫かしら大丈夫かしら、ほらやっぱりここにブラックトライアングルがあって、このコンピューターみたいにここの真ん中のところが、あのここの真ん中のここの寄ってく時にここに隙間が残って、なんか嫌だ、心配、その気持ちも分かります。これちゃんとくっつけるためにはここのところをディスキングしたり、あの研磨して、なんでかっていうと下の歯のねここの形がしゃもじのように幅広の人がいたとしたら、パコって抜いたらこの幅が大きい人はこれが寄ったらここにもっと隙間ができる人がいますよね。それが女性たちは、そうそう鈴木先生それを私は心配してんのって言うでしょうね。あのその時にやはりここをIPR ディスキングして形を整えて、キューッと寄せて、ここの隙間をできる限り寄せてあげないといけないよねっていうのが、でもこれもカウンセリングとかでよく話して、ただこんな話のデメリットを話してくれる先生っていうのはすっごく少ないと思います。こういうのは体験した患者さんとかがブラックトライアングルができたとか、いやできなかったとか、あのこういう話は、ね、あのしない先生がとても多いんじゃないかなと思います。なので、こういう話に、あとはこういう説明がしにくかったっていうのもありますけどね、まあいずれにせよ、あの何年経ってもこういう話をする先生っていうのは少ないかもしれない。でもやっぱりこういう話はしとかないとねと。だからまあ確かに教科書通り的に44抜歯をして普通に、まあそういう矯正法でいきますかと、こうやって44抜歯で、あの適度に出っ歯だといいんですけどね、意外に噛み合わせの深いあのタイプの人、こういう噛み合わせが深くて結構出てる、もっと出てる人たち、そうこれ結構出てるんですよね。オーバージェットって言って、ここの差が激しい人たち、ここで気をつけなきゃ、いろんなことを考えるんですよね。先生方もいろいろ考えるし、患者さんも、私は下顎が、下の顎が引いてるなとね。結構しつこく繰り返して、もう話繰り返してるだけなんで、もう終わりにしますね。まあこんな感じです、出っ歯の激しいタイプ、まあ以上ですね。高評価ボタンよろしくお願いいたします。とても励みになるんで、グッドボタンよろしくお願いします。チャンネルは、鈴木歯科チャンネルと鈴木慎二郎チャンネルで2つありますんで、よろしければ見てみてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。